はい、今日は山本さん、あの伝説の国士舘の番長山本さんに来ていただいて、ゆびけんチャンネル始まります。場所はいつもの田中さんのお店です。メンバーはいつもの田中さん、ゆびけんさん、モラハシで、あ、モラハシじゃない、間違えましたいいですよね、すいませんパンチ弁護士で、始めま、お送りします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。まあ、山本さんって言うと、やっぱり国士舘の番長っていうようなこうイメージがこうネット上にはすごく多いんですけども、ちょっと今日はまず先に、国士舘に行く前の月島の頃のお話から伺っていきたいなと思ってます。山本さん、月島の時っていうのは、築地の田中さんとしては仲はめちゃくちゃ悪かったですよね。いや、悪くはないよね。そう、年上が仲悪いのね。うん、年上が、俺らは仲悪い。ちょっと喧嘩もしたけど、ちょろっと。中学生の時。そうですね。うん、その中学生ぐらいの頃で、大体どの辺で遊んでたんですか？いや、やっぱこの築地、月島だよね。銀座とかには。あ、銀座も行った。あ、銀座、銀座行ってたね。その頃、やっぱりこう不良高校生っていうのがすごく多かったと思うんですけど、どういうイメージでした？やっぱし、銀座は我々の先輩たちが保護者天国に来てましたよね。それが八丁堀万吉一家の先輩。うん、それは鹿の先輩。八丁堀万吉一家は地元の、ね、地元のメンバーだから。ああ、そうなんですか。だから、はい、その当時来てたのは緑川さん、島野さんとか大先輩ですよ。うん、はい、有名な。はい、はい、もう有名な。そうすると山本さんはもう中学生ぐらいの時にその辺の島野さんとかっていう有名な国士舘の先輩たちのことはもうご存知だった。いや、その当時は知りませんです。ただこう銀座にはそういう人たちがもういらっしゃってたっていう、来てたですね、佐竹さんだとか結構来てたんですよね。国士舘の人たち、どういうふうに映りました、山本さんには。いやー、やっぱしかっこよかったですよね、服装が。服装がどんな服装だった、具体的に。まあ、蛇腹の、要するに中乱着て、当時のボンタン履いて、で、靴は何て言ったっけ、三面鏡ってやつ履いて、とあとは特攻服ですよね。特攻服、あ、戦闘服ね。戦闘服。あ、そうなんですね。今暴走族が来て走りですよ。国士舘が走りですよ。はいはいはい。国士舘の人たちはやっぱりこう大人数でこう銀座に来てたってことですかね。そうですね、結構来てたですね。人数はその時その時で違うけど、やっぱり10人以上は、10人から30人ぐらい来てたんじゃないですか。国士舘の人たちとこうちょっとこう交流するっていうか、まあ、例えば話しかけるとかそんなことはなかった。なかったですね。あの当時はね、ありえない。で、あの当時士舘の人たちはムジュルっていう喫茶店があったんですよ。はい、そのムジュルにみんな士舘の人っていて、でそこからムジュルから出てきて保護者天国にいたり、またムジュル戻ったり、そういうふうに。大体俺も一回ムジュル真っ暗だったんだけど、店の中が。真っ暗ですね、2、30人いたでしょ、多分、常に。やっぱり当時 の, その高校生が銀座に行くって言ったら、ちょっとやっぱ怖いんですかね。もう俺たちは中学生の時は、やっぱりかなりビビりながら、保護者で。山本さん、結局その後国士舘に進学するわけですけど、ね、でそういった銀座に来てるような国士舘の人たち見て、ね、憧れるみたいなところもあったんですか。それはありましたね。どういうところに。まあ、さっき言ったように、まあ、見た目もいいし、かっこいいし、やっぱ日本伝統のね、学校だしね。やっぱあの蛇腹にみんな憧れたんですよ、蛇腹ね、学生って。中学生のその頃は、暴走族とかにはその意識は行ってないですよね。まだ行ってないですね。国士舘にちょっと憧れ持ってったって。そうですね。後半はみんな憧れましたからね。なるほど。で、今、あの国士舘のあのお話は聞いたので、ええ、中学生の時から見た朝鮮高校の方々のイメージはどうですか。まあ、中学の時は晴海にスケートリンクがあって、そこに来てましたよね、結構。まあ遊びに。朝鮮高校の人たちもやはり怖い存在。いや、その時はそんなないね。あ、こうあまりこうなんかこう接点があるっていうわけでもなかった。うんうん、朝鮮高校の人たちと揉めるのはもうちょっと大きくなってからですね。そうですね、学校入ってからですね。でもね、スケートリンクがね、広くてね、で、ま、こうリンクがあるでしょ。
滑るところで、周りがね、周りがなんかお座敷みたいになってて、こたつがあったりして、で食べ物とかも食べれるの、みんな不良少年とか大体集まって、で確かに24時間だったのか、夜遅くまで、ね、そうそう、でそこに長虫、画期的なの、長虫が来てたり、長虫がいっぱい来て、で月島はね、こっちよりも悪いのいっぱいいるから、月島の先輩たちも、ね、朝鮮中学校との、その要はこう対立みたいなのもあったんですか？あんまり、まあ、なかったね、うん、中学時代にその中学校同士でこう要はこう対立しちゃってたとか、そういうのはないんですかね？いや、それはあったっすよ。それはありましたか、深川とあったっすね、随分。あ、そうなんですか、あ、深川と、山さんのところの月島の中学対その深川の中学っていうか、そうそうです、連合的になるってわけではなくて、いや、連合じゃなくて、もう中学対中学で、例えば、うちは中央三中で、中央三中対、はい、深川二中とか、はい、ぶつかるんです。あ、ぶつかるというよりも、この人たちが深川の方へ攻めに攻め込んじゃうんです。相手のその学校なんかにこうちょっと乗り込んでって、当ててこーみたいな感じですかね。どこの区でもそうだったと思うんですよ。あ、そうなんですね。当時はそう攻めてくるんだよね。そういう文化があったわけですね。それでやっぱりだから連合みたいに、ここの中学とここの中学が、はい、だから月島の方はね、みんなあの深川の方へ攻めてるでしょ、ね、あっちの方へ、豊洲とか、はい、俺たちは日本橋の方へ攻める、俺たちはこっちなんで、はい。深川の中学と その対立ってのは大体どんな感じでした？まあ大体がこう1対1で勝負です。じゃあみんなで乗り込んでも1対1で勝負です。じゃあ代表者が出たり2人ずつ出たり、はいはい、ある意味こう結構すがすがしいっていうか、そうそう、まあすがすがしい、うん、そういう感じのあれなんですね。そうすると喧嘩し終わった後はまあちょっとこう仲良くなったりとか、そういうのもあったり、まあ、そういうパターンもあるし、うん、そのままっていう感じもあるそのままパターンもあるし、でその深川の方々と その関係っていうのは、そのまあ、中学の時って思ってたけど、その後はどうなったんですか？その後もしばらくはありましたよね。今一人いますけどね、付き合って。あ、そうなんですね、うん、でそういえば深川にも確か極悪あったなと思ったんですけど、あれはあとまだだいぶ後の年代ですかね。あと、うん、全然後の。高校はなんで国士官にまず打たれようと思ったんですか？まあ憧れですよね、それ。こっちはいいよね、国士学校が国士館に返してくれるけど、こっちも築地の方もみんな士官行きたかったんだけど、ほら、先生がダメ、先生がダメ、願書も書かないっていう、絶対行かせないな。うちからはね、中学から2人行ったんです、俺ともう1人。山さんの学校から2人、その国士館に願書書いてもらったってことなんですけど、もっと他にも希望者はいたってことですか？うちは2人しかいなかった。希望者が、ま、ええ、じゃ希望者がいれば先生は書いてくれたってことですかね。うちの学校は書いてくれたって、もう一人のやつは逆に勧められたって。あ、お前行けと、はい、まあ、お前行けじゃなくて、はい、まあいいんじゃないか、国士官はって。へえ、そうだったんだ。立川さんっていうんですね。でも当時 その国士官って、まあ、今は結構スポーツ学校ってイメージがあるんですけど、はい、そういう学校ではないですよね、その当時。いや、昔は今とは全然違う。バリバリですよ。不良愛国者。右翼養成学校みたいな。まだ梵天。そう、初代が生きてる。もう見たことありますか、馬乗って。え、誰がですか？ちゃんと山本先輩に聞いてください。はい、はい、あ、お願いします。その馬を乗って。徳次郎先生、二代目になった時からオープンカーなんです。はい。最初の創立者は仙台。はい。国士官はだって、俺もこの間聞いたんだけど、祭日あるでしょ。祭日学校なんだから、休みじゃないんだから。日の丸つくと学校行くんですよ。ああ、祝日は、旗日は。それで、まあ、式典っていうのやるんですよね。大学生も来るし、今はわからない。で軍艦マーチかけて行進の練習とかするで、最後に天皇陛下万歳で皇居の方へも行って、皇居の方へすごいね。私中学生の時に先輩に習わされてやらされましたからね、士官の先輩に。まあ、ちょっと多分今の中学生からしたら その話を聞いて、
俺も行きたいってはちょっとなかなかならないんですけど、その当時のその当時のその社会背景が多分ちょっとかなり違うと思うんで、違うですね、でもやっぱり当時はやっぱそういうこう愛国心、愛国者みたいなところがやっぱかっこいいっていう時代だったんでしょうね。そういうまだ時代だったのかもしれないね。まあ一番はやっぱしジャバラのあれだよね。あ、そのかっこよさ。そのジャバラの制服に憧れがもうみんな中学生の時はもう持って、もうあるでしょうね、あれはね。はい、いざ山本さん、あの国士舘に入学しました。はい、いよいよ、え、国士舘高校生活が始まったわけですけど、まず最初のこうイメージ、なんかこうびっくりしたエピソードとかなんかあったら教えてください。あ、びっくりしたっていうか、もう毎日のように乱闘事件が多かったからね。乱闘事件、学校内で。学校内じゃないです、あの聴講生と。あ、あ、学校の帰り道とか行き帰りで。行き帰りで。それはもう1年生が入学してすぐにこう始まるってことですか。もう始まってるんですよね。もうそれは先輩たちから始まってるから。ちなみになんですけど、あの皆さん、このエビケンチャンネルに出演していただいた方、皆さん言うんですけど、国士舘の生徒は先輩に対してオス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 うるさいと、はい、いうことをよく聞くんですけど、それはどのタイミングでこう教え込まれるんですか。まあ入学してすぐですよ。それは先生から、先輩から。いや、先輩からです。先生は教えないですなんかそういう、こう儀式っていうか、そういうのがあるんですか。先こう集められてとか。ありますよ。そうなんです。だいたい入学すると我々は総武線で通ってたから総武線行くか、まあ東上線行くかとか、京浜とか、まあなんかこうグループ別ですよね。一課別ですよ。路線ごとに一課があって、そうで総武線一課で集まって、そこにはみんな各先輩がいて、はいはい、でそれに教え込まれるわけですよ。他にその挨拶以外で何かこう先輩から教え込まれたこうルールみたいなのってありました。焼きじゃないの。ああ、あのルールっつうか、もう時効だけど、まあ、そう焼きっつうのがあって、